薄月米城は、七世紀前半の皇族。上宮、聖徳法定説より、馬屋と王子の子。母は、柏で慶子の娘、全部悟り木吉郎女。日本書紀には、上宮大娘姫大君と記されている。上宮、聖徳法定説によると、聖徳大使が、全部片福神の娘の悟り木吉郎女をめとって、産んだ子として、筆頭に挙げられている。 同書には、イボアニの山城大慶王の日となって、七人の子を、産んだ、とある。日本書紀巻、第24、皇玉天皇元年の記述によると、大臣祖賀江戸は、自分の家の祖病を、カツ野の高倉に建て、天使の行事を行ったという。また、百八十の垣部を刺激して、総墓を混来に作り、それぞれ大量、少量と称して、江戸、イルカ親子の墓とした。 この際に、聖徳太子の一族である上宮家の秩父の民を、すべて集めて、墓の工事に使った。その際に、上宮大娘姫王姫、八分利て嘆きて曰く、蘇我神、千国の生を欲しいままにして、ふさに行武レース。天に二つの日なく、国に二の、大なし。何によりてか、異の人に、質に封せる民を、役夫という。現代語訳。 上宮大娘姫大君は憤慨され、嘆いて言われた。蘇我神は国政を欲しいままにして、無礼の行いが多い。天に二日なく、地に、匂うはない。何の理由で、巫女の風味を思うままに使えたものかわけ、宇治谷武子の時の発言が、初期における薄月米女王の唯一の記録である。皇玉天皇2年11月1日、蘇我イルカは、コセトクタ。 かノのしし寺を派遣して、イカルガグーの山城の大慶王を襲撃させた。山城の大慶王は一族及び、家臣の三輪ふんやらと共に、イカルガグーから脱出し、いコマ山に逃亡した。だが、深草みやけに逃げて、さらに東国へ行き、入部をもって、本として兵を起こして戦うべきだという三輪、ふんやのことを知り添け、山城の大慶王は、 イカルガネラで姫かけなど一族は諸共に遺死したが、薄月米女王もこの時に王と共に、事業したと見られる。上宮、聖徳法を定説にもこの時のことが、皇玉天皇の御与三年十月十四日、蘇我祖大臣の子、イルカ信林太郎は、イカルの宮にいた山城大慶王及びその兄弟等、計十五人の王子をことごとく滅ぼしたとあり、上宮聖徳太子連補欠記によると、 もっと具体的に犠牲になった上宮家の章の中に、薄月米女王の名が挙げられている。上記の初期の引用文で、薄月米女王が上宮を娘姫王君と称したことについて、山城の大慶王ではなく、その妻の薄月米女王が上宮入部の役師に対して一定の発言権を有していたことを示している。遠山光雄は本来は教義である。 イカルガグに山城の大慶王が入り婿することで、薄ス米キ女王が所有していた入部に対する権限を補完したのではないか、と述べており、二藤厚氏は、聖徳大使が晩年に全平と共に、悪名宮主偶に居住していたことから、上宮入部の奉仕先がそちらへ変更され、全費の没後は娘である、薄ス米キ女王が、その管理権を保有するようになり、演算説のように、 上宮家の管理権の拡散を防ぐために、薄月米女王と政略結婚し、上宮家の課長としての権威を有し、聖徳太子の後継者として正式に認められたのではないか、としている。ありがとうございます。